でな、そのストックフローなんて知ったやろ。それは金融理論やけど、もちろんメーカーの理論でも使えるわけやんか。まあ金融、まあ倉庫の理論って言うの、倉庫理論って言うんだけどな。金融にも使える倉庫理論。な、で、メーカーにも使える倉庫理論。基本のストックフローって、まあダム、水力発電所のダムとかの、水力発電にも使えるかな。ダム理論。倉庫理論、あるいはダム理論っていうのはストックフロー。な、で、棚卸し。っていう用語もその周辺の用語やねんな。経済用語な。これ商業用語な。これな。で、まあ、倉庫業の場合はね、ストックする。そこにまた、もう、搬入したら増える。搬出したらやる。まあ、倉庫はそれだけやんか。あと、品質管理だけやん。預かってないのね。倉庫に預かってない。それが倉庫業。ね、倉庫業って業界ね。だからもう、メーカーとかでも、ストックできない部分を預かったり、あるいは港で、どっちか港でな、うん、荷上げ品預かる。もちろんな。大事なのは、まあ、荷上げ品置く場所の方、かなんで、商社とかとだから、同じな、冠ついてる三菱とかな、住友とか三菱とかな、そうかな。一流は全部財閥しかない。商社、もう、べったりしてる。まあ、倉庫系で、商事系みたいな、言い過ぎてるかな、話。な、罰が、罰、罰って。で、倉庫罰と商事罰とかね、あと銀行罰とか。あるわけ。実はあるね。そういう。いや、それって一個の巨大な会社の、資材購入、資材購買部門と、営業部門と、で、財務部門の、まあ、そういうふうに会社がするべきやな。財閥の場合はね。それぞれの部門が全く別の巨大会社や。でしょ、財務、営業、で、資材購買がそれぞれ独立した巨大な会社に行く。それが財閥の特徴。で、三菱実はその財閥の間の取引で、取引金額を稼いどって。だから中身ないって言われとって、三菱。それがバレて、何かしら。ぶちかばらして。さて、リークはな、大リークしたの。まあ、大して広まってないと思うけど、業界の人、うわーって出てるね。やられたー、くそ、落ち入れて、ウィーって言ってるかもしれない。アマテラねとか言ってるかもしれない。アマテラソとか言ってるかもしれない。ネズミっていうね、最後。今日ソって、ソがネズミで、今日が、なんやろ、今日、どんな今日、響く。おとなし、今日、重ね。メゾン一国やったっけ。でね、結局、そのストック&フロー理論をね、幸せにも使えるよ。宗教にも使えるけど、宗教経済のことちゃうで。信者理論ちゃうで。信者ストックフローちゃうで。大事、金融ってな、ストックしたら増えるか減るかどっちかや。株価を取るから。な？でしょ？銀行もだからまあそういうもん。預かった結果、その預かった金額、の値打ちが変わんねん。それは銀行の場合、経済。銀行外の経済のせいやけど、せいっていうかね。景気のせいで銀行が預かってる金額のな、相場が変わるわけ。為替が変わるみたいな感じ。な。貨幣価値が変わる。預かってくれない。っていう意味だ。で、ストック&フロー言っても、じゃあ、倉庫業はって。倉庫の信用商売やん。それとも、そんな人、預かって、その、なんちゅうの預かった額、増えようが増えまいが、その預かった額で儲けてるのかと預かり以上で儲けるわけだし、だから倉庫が一緒についてストックアンドフローやんな。でしょ？メーカーは加工するやん。仕入れて、ストック。加工したものを売る。フロー。で、その加工の中にもストックフローの工程がいっぱいペペペあるわけ。それがフローチャートって。工場のプラントのフローチャート。そうやん。ストック、こっちで、ストック額の近く。こっちの四角になる。これはフロー。で、また次の四角でストップ。それがフローちゃんと。な。じゃあ、幸せは、って、な、おお、来た来た。な。ストック、ちゃんとフローせえへん。ストックもないのにフローすんの。幸せって、ためな、流れない。ためて流す。ためて流す。幸せもそう。不幸もそう。不幸せもためて流してんの。ためないと、不幸せって感じない。不幸せの原因を食べないと、ストックしないと、ああ、不幸せって感じない。フローは感じる方ね。その原因を溜め込む。それはストック。
幸せもそれもちろん逆に言ってるかもしれないけど、順番がな。幸せも、ストック幸せの原因を貯めないと、それを幸せと感じるフローがないわけだ。ストックフローやる。で、貯めた時と感じる時はタイムラグがあるんだよ。これもストック&フローやる。タイムラグがまさにあるから、ストック&フローが意味ある。フローチャートが意味ある。タイムラグがないとフローチャートなんか意味ないんですよ。愛は一瞬、パン!で、愛出ない時間。皆さん、愛は大事なんですよと。愛こそ全てなんですよ。そうですね。本当ですね。っていう長い時間。で、しかし、愛は全て。一瞬でひらめき、きらめきます。愛、パン!愛は皆さん永遠ですよって。いや、今終わったところです。そう。だから祈りましょう。愛を望む心は永遠なんです。な、ストックフォローなかった、こんな。神は一瞬で全て叶えてくれます。愛、パン!先生、またしんどくなったんですか?でしょ?愛を望む心が足りてない。そんなん嫌やろ?それともう一個な。うちら生きてるから。生きてるってことは、その、生体コンピューターであるし、そして、その、生体ウォーキングメーカー。生体ウォーキングワーカーってできる。な。歩くメーカー、歩く工場やろ?ウォーキングワーカーや。な?でしょ?ストリートインダストリー。やろ?まあ、いや、路上演奏家のことちゃうけど、別に。な?自炊兵器やんか。自炊。な?加工できん、料理できんねん。な?ストックしたい。幸せの原因とか不幸せの原因を加工できるやろ、調理、料理できるやろ、生きてる限りは。預かったままにすんなよ、不幸の原因とか幸せの原因。自分の中でちゃんと分析解釈できるやろ。これなんでこうなって、こんなところがここにあるんだって、どうしてこれが僕のここにあるのかなって考えれるやろ。何が原因でここにブーってどんどん来るぞ、変だなって、なんか原因が理由があるに違いないってな、考えろよ。そして、それを、じゃ、でもこれどうしてもたまるか、これもこれを原料にするしかないな、と。な?歩くメーカーやねんから、うちは一人一人は。ストックフロー言うてもな、倉庫ですか、人間は。歩く倉庫ですか?死にたいんか、しちょっか。だから精神死んでるのか?溜め込んだままの形で出てくんだけど、幸福は。そうやってみれば、もっとひどく思ってましたって。不幸せの原因を過大評価していました。評価業でした。歩く評価業。SNS で。新聞や。なんか評価できるものないかな。記者でございますけど。ちょっとこんなに評価できるものないですか。不動産新聞え、借金取りそのようなもんです。怖いわ、新聞。まるでどこにもない国の立ち話みたいな。絶対後ろ下着なんか押してへんからね。期待したもんないで。しかも全部うちの服やから。わかった。